ご視聴あざます。しです。今回は受験3ヶ月前のユタボン氏、余裕の豪遊について国民の意見をまとめました。さて恒例のユタボン氏最新動画レビューでございます。前回の本人の動画でみんなを楽しませる動画をアップしていくと堂々と宣言していたユタボン氏。どんな形で視聴者を楽しませてくれるのか楽しみですね。2023年12月2日投稿文。タイトルは学校の友達とボウリング行ってきた。収益化はされてます。なんと次は行ってませんでした。もしかして前回の C のサムネ見られた？気づかれちゃった？それともう一つ、スイの前回の動画でユタボン氏の動画で改善された点として挙げたオープニングコールですが、残念、復活してました。前回の動画でなかったのは差し込み忘れ、つまり編集ミスによるものだったようですね。ユタボン氏、スイの動画のサムネは見たけど動画までは見てなかったかにゃ。ちゃんと指摘してるんだから気づこうよ。ということで今回の動画の構成はこんな感じです。過去動画再利用は赤矢印の2箇所、再利用率は低めの 59% でした。では動画で気になるところをピックアップしていきましょう。内容としては友達と一緒にボウリングとマクドナルドへ行ったというものです。オープニングにてボウリング場前で友達と遊びに来たと状況説明していたのですが、ユタボン撮影しようとか、携帯電話を手持ちで撮影していて映像ブレブレだし、太陽を真っ白にしてるから逆光で顔がちゃんと映ってないし、撮影した後動画チェックしてないの？もう一回言うわ、ユタボン撮影しようとか。ボウリング場に入ってプレーを始めました。投げるの下手か。というのはスイも言えたことではないので嫉妬でした。いや嫉妬でした。ボーリングだけに、ボーリングだけに。動画のところどころにボーリングのピンの画像が表示されてました。多分友達が映ってしまっているので見えないように隠してるんだと思うんですが、ユタボン撮影しろとか、そして編集しろとか、多めに撮影しておいて友達が映ってないシーンを選ぶとか、動画を拡大表示して友達が画面内に入らないようにするとかできるでしょ。そもそもボーリング場に入る前に状況説明してる段階でボーリングの最中も動画に使うこと分かってたでしょ。それなら友達が映らないような撮影をしてもらうように友達にお願いしときなよ。それとところどころにツッコミテロップがあったのは若干加点。今までの無編集垂れ流しからすると努力の跡が見えました。ボーリングが終わり、マクドナルドに行きました。そこでユタボン氏が衝撃の一言を放ちます。個室なんで人はいないんですけど友達がいます。人はいないんですけど友達がいます。一応確認です。人の友達は基本的に人です。ただし人によってはペットを友達だと思う人もいますし、ボールが友達だという人もいるでしょう。そこは否定しませんが、聞いていい質問か悩むんですが、恐る恐る聞きますね。ユタボン氏の友達というのは見えてはいけないこの世のものではない何かだったりします？ということで気になるところを一通りピックアップしてきたユタボン氏の最新動画でした。エンディング、いつもより長くない？ちょっと調べてみますね。今日も見てくれてありがとうな。この動画がおもろいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ほんまよろしくな。インスタもやってるからフォローよろしく頼んます。みんな人生は冒険や。 FDS ファケイ、今日も見てくれてありがとうな。この動画がおもろいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ほんまよろしくな。インスタもやってるからフォローよろしく頼んます。みんな人生は冒険や。 FDS ファケイ。ラストのセリフ、なんで2回言うねん。前回の動画でオープニング入れ忘れたから今回の動画でエンディングのセリフ2回入れてバランス取ったのかな。それとも重要なことだから2回言ったの？動画ができたら最終チェックしないの？ユタボン編集しろとか。ということで最新動画レビューこれにて本当に終わりますです。それと一応確認なんですが、ユタボン氏は高校受験する予定だったと認識してますが、 X の投稿だけでも11月16日、11月26日、12月2日と友達と遊んでるようですし、その他にもボクシングと YouTube 活動を適度にやってるはずです。今本気で高校受験を考えてる子は遊んでる暇はあまりないでしょうし、息抜きにしても勉強以外に時間を使いすぎな気がしてます。そしてそんなユタボン氏がまたおごられや活動を行ったようですので見ていきましょう。ユタレンちゃんよろしく。ボクシングジムの先輩から服もらいました。ありがとうございます。 RSC とはレフェリーストップコンテストという意味、アマチュアボクシングの試合で技量に差がありすぎるとか負傷して試合続行不可能と判断した時、レフェリーが行う勝敗宣告のこと、プロボクシングのテクニカルノックアウト TKO に相当する。このポストには画像が添付されていて、確かに胸の部分に RSC と書かれていますね。その服をあげたというユタボン氏の先輩に率直な意見をお聞きしたいのですが、その服に書かれた文字の意味を理解した上であえてユタボン氏にその服をあげたのでしょうか、それとも特に意味はなかったのでしょうか。とりあえず先輩ナイスチョイス。では詩人対イーホ系 YouTuber が対イーホされたことに対してユタボン氏が言及した前回の動画について国民の声を聞いていきましょう。同世代のコミュニティに触れる機会が減るとはいえ、
代わりとなる経験場できちゃんと教育を施してるならまあいいんじゃないかと思ってましたが、結局親の助言だったそうですね。このタイミングで動画を上げてる時点で再生数稼ぎだと奪ってしまいますが、本心からそう考えているのならその通りに成長して親のようにはならないでもらいたいものですね。この子が本当に変わって今学校を頑張ってるのはわかるけど、やっぱり親の影響もあるとはいい。過去の卒業証書を破るとか学校に行ってる子に対してロボットだのまかにするような言動をしていたことに変わりはないし、いい印象がない。本当に立派というなら過去に卒業証書を破ったこととか YouTube に上げなくていいから、小学校の校長先生とか先生方に謝罪はした方がいいと思う。バッタ見方かもしれないけど、中学校を卒業したら不登校キャラは通用しなくなるため、いろいろあったけれども改心して真っ当なことを指摘するキャラというコンテンツに方向転換したように思います。そう思ってしまうのは自分の心が濁っているからでしょうか。YouTube での収益化をやめて、本当に自分が楽しむために動画を上げていくなら信じられるかもしれない。義務教育が終わったら不登校ではなく無職やニートと言われますよね。この人は不登校というジャンルで言えば十分知名度を得てるはずなのに、不登校後どういった影響が出るか統計的な分析や具体的な解決策を模索提示する姿勢が見られないのが残念。根本的な学力や方法論を知らないため、感情的に学校が好き嫌いのみのコンテンツで終わっている。ご意見番で稼げるほどの経験も言語力もなさそうだから、これらを埋めるのであれば結論学校に行くのが一番だと思います。正直現時点では評価しづらいかな。心の底からそう思ってるならようやく親から出せたかと思うけど、確かに最近は学校に行って考えも改めてきたような報道も目にしたし、ただ今までも彼は親の戦略の元動線を引かれてその上で考えを持たせられて行動してた面が強いと感じるので、これもまた戦略だという可能性もゼロではない。少なくとも普通の子と同じような生活をしだし、今までの革命家的側面は忘れた。応援してた人たちが彼の挑発的な言動とか振る舞いに目をつぶって独自に生きる彼は素晴らしいみたいなこと言ってた気がするけど、それはどうでもよくなったの？それはそれで運も無責任じゃない。進学に必要な学力は試験すら足りない部分も見えてくるけど、義務教育ってそれ以外がすごく多い。それらの機会を失ったことは本人は自覚できないんだよね。理科の実験やクラシック音楽をいろいろ聞き、他種目のスポーツ、集団活動の協調性や体制、リーダーシップなど列挙するとやばいほどある。親が用意すればいい話だが、どれもがお金と手間がものすごくかかる。フリースクールはそのほんの一部。学校で十分であるわけではないが、誰もが経験していることを逃して世界が狭まったのは事実だろう。成長して人と交流し、自分の選択肢にないことが大量にあることを知るんだろう。それでもこれから得るものも多いので、親の束縛から軌道修正できたのならよかった。つくづくやるべきことを履き違えている。今彼にとって大事なのは進路でしょ。動画配信なんかじゃない。進学するのか就職するのか知らないが、卒業して YouTuber としてやっていくつもりならやたらと勉強をアピールする必要がない。まだ甘い汁を吸っていた時期が忘れられないのか。仮に高校に前日生活進化進学したとして、こんなことにまだ弦を抜かして中途半端なことをしていたらどうなるやら。高校からは義務教育と違って様々な課題をクリアできなければ卒業どころか進級もできませんので。真っ当な中学生になってよかったねと思った方でなんかモヤモヤする。例の車の売る売らない騒動、彼と彼の父親の言うところの P をなんちゃらかんちゃらで訴えて、ファンは投げ銭動画視聴による収益ありがとう、 P はお支払いが加わりがとうという意味のことを言っていたこと、学校に行くとロボットになると言ったこと、小学校の卒業証書を笑いながら破り捨てたこと、それらに関してやらかした、間違った、失敗だったって言わないということは、そういう様子の発信はみんなを笑顔にできる楽しい動画と思ってやってたってことなんだよなと思う。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメント、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。